今回はこちらの5選手に来ていただきました。じゃあ一人一人自己紹介をしていってもらいましょう。お願いします。背番号7番ミッドフィルダーの千葉和樹です。よろしくお願いします。はい、千葉さんよろしくお願いします。お願いします。さあそしてお隣どうぞ。背番号13番松山健太です。ゴールキーパーです。よろしくお願いします。はい、松山さんよろしくお願いします。さあそのお隣どうぞ。背番号31番ゴールキーパーの大内一成です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。大内一成でもイタリアですからね、出生地は。はい、お願いします。背番号22番ディフェンダーの堀江貴弘です。よろしくお願いします。はい、堀江さんまだこんなもんじゃないですかね。一発芸持ってますからちゃんと。はい、すごい。じゃあお願いします。背番号27番ミッドフィルダーの山口匠です。よろしくお願いします。はい、山口匠さんよろしくお願いします。今日は皆さんにいろんな質問をさせていただいて、より多くの人に選手の素のところを知ってもらえたらと思うので質問していきたいと思います。まず一つ目こちら。サッカーを始めたきっかけ、これを教えてもらえればと思うんですけれども、お願いします。これはね、地味だな、しっかりやれよって木村選手からみんな無視してますけどね。ひでえやつらだ。さあさあさあ、はい、お、チップ選手お願いします。近所の友達とサッカーをずっとしてました。それがサッカーを始めたきっかけです。だいたい何年生ぐらいから？本格的に始めたのは小学2年生の時からで、幼稚園生ぐらいから近所のお兄ちゃん的存在の人とずっと公園でサッカーしてました。それがきっかけです。はい、結構ありきたりなきっかけでありがとうございます。まあそんなもんです。ありきたりですよ。さあ続きまして、じゃあお隣。はい、はい、僕は近所の友達が近所の友達に繋がってきましたね。ありきたりやん。そうですね、まあ、近所の友達が誘ってくれて、あの少年団に入ってて、僕サッカーお兄ちゃんがやってて、はいはいはい、それもあって、まあ、興味はあったんですけど、まあ、近所の友達が誘ってくれたのが、まあ、入団というか少年団に入るきっかけです。なるほど、近所の友達のおかげで今があると。はい、なるほど。近所の友達、近所の友達と来て、そのお隣大内選手お願いします。はい、学校の友達とあと父です。父、あのイタリア生まれのイタリア育ちで、やっぱり向こうは本当女性の方も本当サッカー好き、もうサッカーだけっていう感じで、身近にサッカーしかないような環境で育ってきたんで、例えば学校の休み時間とか学校終わってから隣に公園があってもみんなすぐサッカーしに行くみたいなっていう中で育ったんで、小さい時からもずっとサッカーは見てたし出ました。なるほど、サッカーを始めたっていうよりもサッカーがそこにあったみたいな感じ。そういうことです。いやー素晴らしい、ありがとうございます。かっこいい、かっこいい、かっこいい。さあそれでは堀江選手お願いします。どうぞ。はい、幼稚園のサッカークラブですね。お、幼稚園にサッカークラブがあって、そこで上の人たちがサッカーやってるのを見てやりたいなと思って始めました。はい、ありがとうございます。いやいや全然いいです、きっかけですから。素晴らしい、ナイスキック。さあそれでは山口選手お願いします。兄と姉の影響で始めました。お、兄と姉。ちっちゃい頃からお兄ちゃんとお姉ちゃんがサッカーをしていて、その試合を見に行くっていうのが日課というかとなってたので、自然的に自分も気づいた時にはボールを触ってました。なるほど。イタリアにいた。イタリアで始めたんですか？イタリア、いや、イタリアではないですよ。イタリアは大内選手ですね。はい、そうです。はい、はい、ということでサッカー始めてきっかけはお兄ちゃんお姉ちゃんの影響、友達の影響、サッカーがそこにあったっていうね、かっこいいエピソードもありましたけれども、じゃあ次の質問いきたいと思います。次の質問はこちら。サッカー以外ですねのところで自慢できること、まあ去年の選手で言えば、まあ、僕は中型免許を持ってますとか、そういうのもありましたし、大石選手はね結構なんかこういうのガツガツ言ってくれそうな感じありますけどね。はい、堀江選手一生懸命今ね、なんかこう頭の中でこう呼び起こしながら書いてました。はい、行きました。お、サッカー以外で自慢できることどうぞ。じゃん、けん玉。ほう、まあ多分サッカー選手は、はい、あんまけん玉できないと思ってるんで、ほう、その人たちよりかはできるんじゃないかっていう自慢してます、ちょいちょい。お皿に乗せるのあるじゃないですか。はい、串というか棒に刺すことは。あ、刺せます全然。うお、それは自慢できますね。はい、そうですね。さあお隣終わってるようなので、はい、お願いします。どうぞ。けん玉。いやこれマジなんですよ。でしょ、これもう本当にマジなんですよ。サッカー始めた結果でも一緒で。いやで、これは本当にあの好きじゃん俺のこと。いやいや見て覗いてて、はい、ちょっとボケでパクろうと思ってたんですよ。はい、でけん玉って書き出したからマジで俺本当にけん玉得意なんで。好きや。
やな、俺やらしてください、2人じゃあ今度お二人でね、けん玉対決なんて絶対僕も入れるだけじゃないですよ、僕振って入れたいといいますなるほど、ということでけん玉けん玉ときて、さあ次、大内先生お願いします、どうぞ。はい、イタリア語がペラペラっていうのと、まああと2個目は自慢できるかわかんないですけど、まあ、英検2級1を持ってるっていう。いや自慢できます、できます、きれい、素晴らしい。え、イタリア語、まあ、9歳までイタリアにいて、なんで、まあ、イタリア語は普通に喋れますし、結構言語が好きで。え、ちょっとイタリア語で自己紹介とかこのカメラに向かってしていただけますかちょっとこっぱずかしいかもしれないですけど、3、2、1、ミキアモ一世おうちそのポルティエレ、まあ、以上です。僕は大内一世です。これから鹿児島の皆さんよろしくお願いしますとか聞いてます。好きな食べ物とかイタリア語でお願いします。Il mio piatto preferito è la carbonara。通訳お願いします。寿司。聞き取れるでしょ。明らかに今カルボナーラって聞き取れたじゃないですか。似てる言語もあるんで。ああ、なるほどなるほど。通訳としては首ですね。さあこの辺気になりますね。堀江選手お願いします。どうぞ。はい、大卒なんでコンビニでバイトしたことありますっていう社会経験としてやらさせてもらいました。これはでも大事なことかもしれないですね。いろいろ分かったです。一番得意だった仕事は飲み物出す仕事が飲み物を並べる仕事が並べる仕事が一番やってもらって、ちょっとなんか雰囲気だけやってもらったりとかできますか。いいんですか。いいですか。いや無理がなければいいんですけど。お、早い早い早い、めちゃくちゃ早い。おー、並べた。素晴らしい、素晴らしい。素晴らしい。早いけど。はい、ありがとうございます。素晴らしい、素晴らしい。さあ、そして山口選手自慢できることお願いします、どうぞ。ローラースケートです。ローラースケート。はい、ちっちゃい頃から兄と姉がよく遊びでやってて、一緒にやってたら滑れるようになりました。いや、逆にこの中でローラースケート滑れる方いますか。やっぱりローラースケートができることによって体幹が鍛えられて、で今に生きてるということなんですね。はい、ありがとうございます。無理やりつなげた感じありましたけどありがとうございます。さあ、それでは次の質問いきたいと思います。こちら、サッカー選手じゃなかったら自分は何になっていただろうっていう質問なんですけれども、いや、何したかっただろうな。山本選手は去年漁師、自分は漁師町で育ったからもしかしたら漁師になってたかなとか、そんなこと言ってましたよね。できますよ。おいおい、山口選手周り変えてきた。サッカー選手はなかったら何になっていた。どうぞ。教師です。教師。大学在学中に教育実習に行ったんですけど、その時に生徒と関わったりとか教えることがなんか改めて好きだなっていうのがあって、教師になって、まあそれプラス指導者とかにもなれればいいなって思ってました。なるほどなるほど。いや、ありがとうございます、素晴らしい。お、堀江選手いますよ。どうぞ。サラリーマンです。サラリーマン。まあ、これ親もサラリーマンなんで、多分サラリーマンかなと思ってました。はい、ありがとうございます。すいません、謝らないでください。全然悪くないですから。さあ、チブ選手できましたね。はい、さあ、チブ選手、サッカー選手じゃなかったら何になっていた。どうぞ。はい、大社長。大社長の雰囲気は醸し出してますけどとりあえずお金を稼ぎたいということで、新たなことを自分で見つけて大社長になりたいです。とにかく何系の社長とかあるんですか。ゲームのアプリでも作ろうかなって。おお、いいですね。はい、ありがとうございます。さあ、お隣ちょっとね、さっきから2問連続かぶってますからまさかとは思いますけど、はい、お願いします。どうぞ。海賊王俺はなる。俺はなる。はい、ちょっと浮かんでこなかったんで、ビッグな人にはなりたいなと思って。まあ言ってしまう大社長みたいな感じですね。まあまあよりは強い。強さを見とってるわけじゃないですけど。こっちの方がまあお金持ってる。なるほど。はい。いや、選手のね、性格がだんだん見えてきたんじゃないでしょうか。さあ、それでは大内選手お願いします。どうぞ。はい。ブランド店の店員。いそうね。いそうですね。一応。ファッションが有名な国で生まれ育って父もそういうファッション関係の仕事とかをしてた経験があったと思うんで、もしかしたらその影響で、まあ、なってたのかもしれないですけど、サッカー選手になってない自分が本当は想像できないんで、まあ、もしかしたらっていう感じです。全ての回答がね、ちょっとかっこいい感じしますからね。どこかでこの大内選手崩したいなと思ってるんですけど、はい、崩しましょう。さあさあさあ、それでは次の質問いきます。
この選手のここ直してほしい、ここが変わっているなどのエピソードがあれば教えてほしいんですけれども、キャンプを皆さんね、もう終えられて一緒に生活してる中でいろんな人を見てきたかなと思うので、大内選手書き終わりましたね。さあ大内選手、はい、直してほしいもしくは変わっている、どうぞ。マツケンがマジでマイペースすぎです。あーなるほど、それはなぜでしょう。まあキーパーはちょっとこう練習が長引くことがほとんどで、まあ一緒にこうグラウンド上がろうよみたいな感じの流れとか、はい、まあ、あとキャンプ中もお風呂とか一緒に入ったりしてたんですけど、とにかく遅いっす周り 見てんのかなっていうぐらい遅くて、たまにちょっとまあ早くしてほしいなって思うことがあったんで、ちょっと疲れて早く上がりたいのになんかちょっと とろいんでとろいところがあるんで。え、年齢的には2個下ですあ、なるほど、まあ、サッカーにでも年齢はね関係ないですから。はい、ありがとうございます、素晴らしい、いいね、模範的なエピソードでしたね、はい、さあ、じゃあ、あ、チブ選手からじゃあ行って山口選手に行きましょう、はい、チブ選手、じゃあお願いします、どうぞ。渡辺英介、はい、キャンプで1週間一緒の部屋だったんですけど、はいはい、部屋を散らかす、独り言が多い、うるさい僕がベッド2つあって奥側だったんですよね、はいはい、エースケのベッドの近くをこう通らないと外に出なかったんで、はい、その周辺に下着やら靴下やら荷物が散らかってるっていうのがあって、マジでやめてほしかったですでベッドの横に使い終わったマスクとか、はいはい、夜食のパンのゴミとか置いてて、はいはいはい、マジ嫌だったです。言わなかったんですか。いや言ってました普通に。でも直んなかったんですか。直んなかったです舐めてますあいつ舐めてますありがとうございます。渡辺選手これ見てると思うんですね。さあじゃあ、先に終わった山口選手から見てみましょう。じゃあ山口選手お願いします。どうぞ。キャンプ中にスマブラをちょっとしたんですけど、スマブラをした時の健太くんの擬音語がちょっと変わってて。擬音語っていうのは、スマブラをしてる時に、はい、お腹で攻撃する時とか、はいはい、頭を使って攻撃する技があるんですけど、はいはいはい、その時になんかいちいちあらリングとか言いながらやってるのがちょっと変わってるなって思いましたああなるほど、まあまあまあ相手をこっちのリズムに持っていく。なるほど、もうリズムにハマってるってことですもんね。もう共感できるわもう共感できるわありがとうございます。さあそれではあと2人ですかね。じゃあはい、お隣堀井選手お願いします。どうぞ。トメ選手の車です。トメ選手の車が、はい、変わってるなって思って確かにね、ちょっとファンキーな車に。ファンキーな車でまあ自分的にはすごいかっこいいなと思ってる渋くて、はい、でもやっぱこの街で見ると結構変わってるなって思います確かにね、選手の車ずらーって並んでてバーって横から見てって、トメ選手の車だけちょっとカラーも含めてそうですね、ね、個性的ですもんね。かっこいいですけど入りますか。入ってほしい。ありがとうございます。あれよあれよ買いません買いませんということで、さあラスト健太さんお願いします。大内出森が完全に舐めてるあ、すいません、ここ山口入れておきます。山口さんも追加で。山口追加で、はい、キーパー陣2人は、はい、まあ僕24なんですけど、はいはい、一番上になるんですよ、はいはいはい、でまあ後輩には一応当たるはずなんですけど完全に舐めてて、まあ別にフレンドリーな分にはいいんですけどおい松健とか行くぞとかなんかもう、早やれよとか普通に言ってくるんですだからもうマイペースって言われるのはいいんですけど、普通ちょっと先輩が遅れてても、はい、ちょ、早く行きましょうとかじゃないですか。完全に舐めてるから、早くしてとか普通に言ってくるんですよだからもうちょっとそこはちょっと直してほしいなと。山口も一緒です。ゲームしながら完全に僕だけ狙ってきたりするこれでもいい関係ですね、すごくね。懐の広さがね、あるってことですね。それにやっぱ気づいてほしいですはい、ありがとうございます、素晴らしい。さあ、あともう少しになってきましたね。じゃあ続いてはこちら、俺の勝負飯。好きな食べ物みたいな感じでもいいですし、試合前にこれは絶対食うぜみたいなものがあれば教えてほしいなと思うんですけど、できました。はい、早い。大石選手、はい、俺の勝負飯どうぞ。はい、パスタと羊羹です。パスタと羊羹、イタリアと日本ですね、はい、あ、そうです。やっぱりハーフなんでちゃんとそこはそこもバランスよくっていうところで、まあパスタはその具は決まってないんですけど、はいはい、トマト系かペペロンチーノかっていう、まあそのそんなにこう重たくないものを食べてて、でまあ羊羹は単純に、まあ、まあ甘いものが結構好きで甘いものも食べたいっていう時に、まあ和菓子だったらある程度自分の欲が満たされるんで、まあ、こんな感じです。ありがとうございます、はい。さあ、みんな皆さん終わってますけど、じゃあ左から行きましょう。これチブ選手からお願いします。どうぞ。ハラミです。でかいハラミ、すごい。相当好きですねそう、相当好きです。これはどんな時食べるんですか。
まあ、試合前とか、まあ、最近筋トレハマってるんで、はい、筋トレした日とか赤身のハラミを食べるようにしてます。ハラミ、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。さあ、じゃあ堀江選手お願いします。どうぞ。生姜焼きです。おお、生姜焼き、これなぜ？試合前、白ご飯いっぱい食べたいんで、はい、一番ご飯進むのは生姜焼きなんで、生姜焼き選ばせてもらいました。ありがとうございます。いや、ありがとうございます。さあ、お隣山口選手、勝負飯教えてください。どうぞ。ハンバーグ定食です。あ、ハンバーグ定食。はい、ハンバーグがもともと好きっていうのもあるんですけど、試合前はちょっと自分のモチベーション上げるためにも好きなものを食べるっていう、なんか自分の中で習慣があります。なるほど。はい、ありがとうございます。さあ、ラスト今ね、書いておりますけれども、じゃあお願いします。どうぞ。野菜炒めと卵焼き、これでご飯をいっぱい食べます。試合前は。ああ、なるほど。体が嬉しいものを食べたいです。自分が食べたいものっていうよりは、はい、体が嬉しいもの。はい、なるほど。いや、ありがとうございます。まあ、今年もあと少しで、シーズン開幕しますけれども、今年の J3 はこのチームとの対戦が楽しみだ、書いていただければと思います。さあ、書き終わりました。チーム選手、このチームと対戦楽しみだ、どうぞ。宮崎です。それはそうですよね。そうですね、まあ、九州ダービーっていうのもあるんで、まあ、とにかく以前所属してたので、まあ、絶対負けたくないっていうのと、まあ、成長した姿を見せれるようにっていうので宮崎にしました。はい、ありがとうございます。宮崎のサポーターの方も多分見てらっしゃると思うので、はい、お願いします。楽しみにしてください。はい、続きまして、じゃあこちら山口選手からいきましょうかね。このチームとの対戦楽しみだ、どうぞ。ミラワンツ北九州です。北九州、それはなぜでしょう？仲良かった子が2人加入したので、はい、対戦が楽しみだなって思います。仲良かった子っていうのは大学の同級生とか？大学は違うんですけど、はい、九州選抜とかで一緒だった子が2人北九州に入ったので、お対戦楽しみにしてます。あ、同じ J3 リーグですしね、しっかり勝ちたいところですね。はい、ありがとうございます。さあ、お隣、はい、堀江選手お願いします。どうぞ。 FC 岐阜と SC 相模原です。なんでこれは岐阜と相模原なんでしょうか？大学の同期で FC 岐阜に1人と相模原に2人行ったので、そこは対戦楽しみです。やっぱり負けたくないですね。負けたくない。はい、ありがとうございます。さあ、じゃあ大内選手、はい、お願いします。どうぞ。はい、昨シーズン所属してた長野パルセイロです。はい、僕の感覚ではおそらく上位に食い込んでくるんじゃないかなっていうのもあって、まあ、ここを倒さないとっていうことと、まあ、あとは単純に古巣なので負けたくないっていう強い思いがあります。いや、ありがとうございます。じゃあ最後、はい、松木さんお願いします。どうぞ。岩手、ちっちゃく北九州って書いてありますね。まず岩手は、はい、まあ、去年まで所属していたチームで、まあ、同期だったりもうみんな知ってる選手ばっかりなんで、対戦が楽しみっていうのと、まあ、サポーターとか応援のメッセージ未だに送ってくれたり、ユニフォーム買ってくれたりとか、すごい楽しみにしてくださっている方々も多いので、まあ、成長している姿を見せたいなと思って岩手にしました。北九州は個人的に地元が近くて、家族だったり友達だったり、まあ、おばあちゃんがちょっと高齢なんですけど、まあ、北九州戦だったら来れるかなっていうのもあって、まあ、北九州戦はすごく楽しみです。あ、なんかその優しさから来る北九州ってところはね、人間性をすごく感じられましたけど、素晴らしい好感度を最後に上げてきましたね。あ、そう、そういうつもりはないです。すいません。ありがとうございます。さあ、ラストの質問ですかね、これ。俺のここを今シーズン見てくれっていうプレーの特徴だったりを、書いていただけたらと思います。さあ、チブ選手、これですね。俺のここを見ろ、お願いします。どうぞ。ボールダッシュです。このチームは上手い選手が、まあ、たくさんいて、まあ、その中でも黒子的な役割を、まあ、担って、もうボールダッシュを皆さんにぜひ見てほしいなと思ってます。鹿児島も昨年何度チーム選手にボールダッシュされて僕が悲鳴を上げたことが、今年はそれを仲間としてね、はい、体感できるんで、よろしくお願いします。お願いします。はい、ありがとうございます。さあ、次はじゃあ大内選手、終わってますかね。はい、はい、大内選手、俺のここを見ろ、お願いします。どうぞ。はい、安定感と落ち着きです。あまり試合とかでも緊張しないタイプで、例えばじゃあボールを受けた時の、特に鹿児島はこうすごくつなぐサッカーで、こう違う言い方をすればリスクの高いサッカー、キーパーからつないで取られたらもうすぐピンチっていうような戦術ですけど、ただその中でもまあ落ち着いてプレーができる、チームにこう安定感だったり安心感をもたらせれるかなと自分では思っているので、まあ、ここをぜひ見てほしいなと思います。いや、素晴らしい、ありがとうございます。さあ、お隣、じゃあ堀江選手にしましょうかね。はい、お願いします。どうぞ。左足の
パスです。左利きなんですけど、まあ、センターバックとかサイドバックやることはあるんですけど、まあ、そこで状況を変えられるパスだったり得点につなげれるようなパスをいっぱい出していきたいと思います。はい、ありがとうございます。山口選手、はい、お願いします。どうぞ。ゲームメイクです。自分はボールをたくさん触ってボールをさばくことが自分の中で得意なので、まあ、そういったところから攻撃を作っていくところを見てほしいなと思います。はい、ありがとうございます。はい、マツケンさんお願いします。どうぞ。ハイボールとセービングです。はい、ありきたりな回答にはなってしまうんですけど、めちゃめちゃビッグセーブとか、まあ、そういうのももちろん見せていきたいですけど、簡単には入んないなってところを、まあ、見てほしいですね。それによってまあチームの安定した試合運びだったりっていうのをチームにもたらせると思うので、そこに注目してほしいです。はい、ありがとうございます。今年は何としても J3 優勝、J2 昇格に向けて日々大切にして全力で戦っていきたいと思います。スタジアムで熱い声援をしていただき、共に勝利を分かち合いましょう。応援よろしくお願いします。そして輝くいただきそう。ヘイやばいだよ。OK です。ありがとうございました。ナイス。OK です。ナイス。ありがとうございます。